東京合気道会の岡田でございます。今回はですね、なんとブラジル大使館にお邪魔しておりまして、壁流印材派球術のエキシビジョンをお願い差し上げております、レアンドロ・ディアス・ナポリタノさんに、インタビューをお願い差し上げております。レアンドロさん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もう本当にあれなんですよね、球術というものを実はすごくいろんな方に私自身も見ていただきたくて、でそこで非常にいいタイミングで稽古の相手というか稽古仲間としてのレアンドロさん、レオさんのプレイヤーとしての素晴らしさっていうのを私も前から感じていたので、でなおかつレオさんが球術をやってらっしゃるということで、もう今回お願いしたんですけれども、レオさんが感じてらっしゃるその、合気道と、球術についてのつながりというか、何かこう、通ずるものっていうのは何かありますでしょうか。そうですね、休日といえばなんか古流武術なんですけど、斜歩発節でなんか離れがある、はい、実は私じゃなくて矢がなんか伸び合いして、ちゃんと伸び合いしたら矢が離れる、ね、こんな感じは合気道をやるときに、なんか相手と流れるときにこんな感じがあります。私は流りたくない、相手は流れる、わかります、わかります、はい、こんな感じですね。実は わざとじゃなくて、なんか、ただ良い技にしてなんか流れる時が突然をなります。こう自然にナチュラルにこうできていくということ。そうですね、なんかイメージがありますね。例えば葉っぱ、はいはい、木からなんか離れる時にいつかどうかわからないでしょ。そうですね、葉っぱは突然倒ります、はいはい、合気道と休日や弓道離れるときに同じです。そうですね、弓術も確かに私は知らないんですが、離れるっていうその表現の仕方をされますよね、うん、もちろんです。もう合気道技中で相手がもし心が流れたい、この辺に、はいはい、やりたい、この技、そう、こうやっちゃう、相手がもう感じられるでしょ、はい、もし流れることがなると、はい、相手が、突然がなんか感じになりますでしょ。そうですね、何それね、なんか魔法みたいなね、わざとこうやられたんじゃなくて、もうふっとこう、うん、技になっていく。そうですね、そんなつなぎが、はい、合気道と弓道や弓術あると思います。そうすると例えば、レアンドロさんの中でその合気道の稽古にしろ、弓術の稽古にしろ、その稽古というもので例えば日本的なものとか日本文化といってもいいんでしょうけども、日本っていうものを、感じるというか考えるっていうのはどんなことがありますでしょうか。うん、武道練習としてなんか日本文化、もちろんエステティックス、はいはいはい、あります、はい、もちろん日本文化ことがエステティックスにたくさんあります、はい、でもユニバーサルプリンシプルス、はい、ユニバーサルプリンシプルス、ユニバーサルプリンシプルスね、例えば礼、はい、ディスプリン、はいはい、誠、はい、these are、そういう言葉がユニバーサルプリンシプルスね、はい、全員は覚えたら良い方が
なると思いますね。それはあの人間権勢でしょ。そうですね、はい、あの人としてのというところですよね。 そう、はい、そしたらあのもちろん日本あの文化、はい、武道とあの古流武術、はい、あの日本文化、日本エステティクスいっぱい あのありますけど、あのその行動、一応ユニバーサルプリンシプルを覚える道だと思います。まさにその道ということですよね、うん、あのこれを習っていく、うん、あの稽古していくっていうことの、まあ、道ですよね。そうです、そうですね。さてということで最後は、はい、最後は、まさにはもうあさってですね、日曜日の、エキシビジョンについて、思いをちょっとお聞かせいただきたいと思うんですけども、まあ、まずはあのインビテーションをいただきありがとうございます。いやいや、とんでもない、私のあれで、はい、来ていただきたくて、あの今もうすぐ、はい、東京から引っ越しするので、はい、そうですね、その演舞すごくあのエモーション、はい、本当に思いやり、はい、思い、重いですね、はい、多いです。本当にありがとうございます。まあ、そう言っても来年また来てもらいますから。ああ、もちろん、まあ名古屋近いよろしくお願いします。そうですね、はい、あの朝定の演舞、はい、皆様一緒にたくさんあの良い時間しましょう、はい、あの合気道と、剣術と弓術も演舞大会あるし、たくさん技あの覚えれるの時間が ありますので、皆さんぜひよろしくお願いします。本当にですね、あさっての演舞、エキシビジョン、レオさんの弓術楽しみにしていただければと思います。皆さんお楽しみに。ありがとう。